皆さんこんにちはペルディスタ小澤です。今日は日本とメキシコの親善事業について簡単に振り返りをしたいと思います。え皆さんも今朝、えー、早朝5時からでしたけれども、まあ早起きをして多分ね。 ご覧になった方多いと思いますし、まあ、そのまま出勤あるいは通学をしてということで、えー、なかなか試合見たけれどもゆっくり振り返りまではできてないという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、私の方は昨日、プレビューのところで、えー、まあメキシコ代表の直前情報のところで触れましたが、えー、今月も11月も戸田和樹さんとの新解説有料グループの方での仕事配信を中心に代表戦は活動しておりました。 今さも試合前30分、えー、試合前30分前から4時半からのプレビュー、まあ、試合の新解説試合後1時間ぐらい、まあ、映像確認しながらの、えーまあ、振り返りということで、まあ、かなり、えー、午前中、えー、フルで働いたなということですけれども、まあ、ちょっとこちらの YouTube チャンネルでも、えー、ビルドしたチャンネルでも簡単に、ね、せっかくいい相手で、まあ、なおかついい試合でしたから、えー、そこは振り返りたいなと思います。 まあ前後半で明暗を分けたんじゃないかなと思いますしまあ日本のメディアの論調はどうしても決定力不足ということには実際になると思いますしまあメキシコのメディアも確認しましたがまあ日本にかなり前半はうまくやられてというかまあ日本のプレー強度が高かったとまあ韓国はね5四4 1でちょっと引きこもって低重心でやりましたのでまあそうじゃなくて出てきて。 まあ親善試合らしからぬ前半序盤の入りで、まあ、日本は戦いがいあったみたいな好、まあ、意的な論調はメキシコメディアからもありましたが、まあ、ただ日本は決定機を決められなかったと、まあ、あと、ただマルティーノ監督も、ね、こちらは日本のメディアでも記事になってましたが、まあ、えマルティーノ監督になってからの試合でいうと、まあ、特に前半の日本のペースの20分25分は まあ、マルティーノ監督政権下のメキシコ代表としては最も、えー、悪かったと苦しんだということは、えー、敵将が、えー、素直に認めておりますので、まあ、ここは日本を褒めるべきかなと思います、まあ、そこは森保監督が、ね、今チームに植え付けている、えー、プレーのインテンシティや、えー、アグレッシブさ、まあ、そういうところ縦方向へ、えー、の鋭さ、まあ、そういうところが存分に出てたと思いますし、えーまあ、メキシコは、えー まあ、ルイス・ロモヤンカの、ね、24番が、えー、センターバックにそもそもスタートで入った3バックなのか4バックで4 3 3なのかというところは試合蓋を開けるまでは分からなかったですけども、えー、結果的には韓国戦同様に、まあ、基本、このメキシコ代表のベースである4 3 3、えー、を使ってきましたが、まあ、ビルドアップのところはやはり彼がセンターバックの間に降りて3枚作ってきて。 日本は、えーまあ、プレッシングの守備のフェーズで言うと、えー、4 4 2でトップ下の鎌田が鈴木武蔵と、まあ、ほぼ同列に並んでということでやりましたので。 まあそういう形での、まあ、メキシコがボールを持ったときに日本のツートップの脇から、まあ、特にセンターバックの右のアラウホあるいは左の、ねえー、センターバックのエクトロ・モレーノからこう運んで侵入すると、まあ、そこからの縦パスでハーフスペース使いたいみたいなところは、まあ、かなりメキシコの10月の、えー、まあオランダ戦アルジェリア戦もそうですし、まあ、直近の韓国戦も、まあ、韓国はさすがに5 4 1であまり、ね、ファーストラインのプレッシングなかったので比較的スムーズに敵陣までメキシコ代表を運べてましたが まあそういうとところはは出たのかないいいうようううよには思います、まあ、そういう意味で,、まあ日,本でえー、日本の選手でいうと、まあ、鎌田、鈴木武蔵は相当消耗したんじゃないかなと思います。まあ、実際に前に出ていく守備それから前線は数的に不利なので、まあ、2対3ですからどうしても自分の脇から侵入されると。 でまあ、横,横に2度意い3度追いしながらということで鎌田も鈴木もかなり横のスライドでスプリントしてましたのであの守備やると相当しんどいなというところはありますので、まあ、当然、前半は消耗した内容だったと思いますしこちらは新解説の配信では戸田さんとこの前半の日本の戦い方、まあ、確かにいいんだけどもこれ、まあ、どこまで持ちますかねと後半、当然消耗して。 運動量を低下してこうペースダウンしたときにはちょっとメキシコに、えー、展開が、ね、転ぶんじゃないかなみたいな話は前半の、えー、その序盤から決定機のところから、えーね、日本が決定機立て続けに作った、まあ、数えてみるとあれですか、まあ、15分ぐらいまでに、えー、4回ぐらい決定機作ってますもんね。まあ、そういうい意味では まあ日本が確かにペースも握ってチャンスも作って、えー、メキシコがちょっとビルドアップのところで、えー、バタついてもたついてアップアップの状態を作ったというところは、まあ、評価していいんじゃないかなと思いますので、まあ、そこは、えー、素直に冷静に評価した上で、えー、じゃあそこの序盤のところで言うと、まあ、こちらさっき、もう田さんも忙しい中で、えー、仙台に行く前に、ね、YouTube のチャンネルで動画を上げてましたけども まあ個人的にメキシコ代表のその10月の直近の2試合と韓国戦見ても個人的にもその前線のプレッシングのところメキシコ代表のこう特に中盤のインテリオールが前に出ていってラルヒメネスと2枚作りに行くときのプレッシングは確かにえまあ戸田さんは規則性ないみたいなことをねおっしゃってましたがまあまあとは配信の中でも、まあ 直線的にこう縦方向のプレッシングじゃなくて結構横にこう二度追い三度追いまあそちらは日本もまあまだ鈴木に求めていたような守備ですけどもまあここなんかで言うとちょうど決定機鈴木の決定機15分の決定機のところで行きましょうかまあちょっと相手のこうプレッシングを日本が裏返して縦パス縦パスで原口抜け出て原口が横パスライン間入れて鈴木武蔵エリア内で右足コントロール右足シュートオチュが まあ、体はね、倒れて、左に倒れてましたが、右足残してセーブ。で、まあ、そのこぼれ球、伊藤淳也がまたボレーしたけれども、またお茶がセーブというシーンに繋がるシーンですね。その繋がるシーンは13分50 5 0秒ぐらいでからですかね。え、のシーンなんですけども、まあ、冨安、吉田が、ツーセンターの間に、まあ、柴崎岳が、 まあ少し降りていってボールをピックアップしてっていうところで、まあ、メキシコ代表の中盤のこれ8番カロス・ロドリゲスがえまあかなり前に出ていくと、まあ、この時ちょっとえラウルヒメネスは中央のからポジション外れて冨安のライン右寄りにいますので、えー、まあそこにえまあ一番高い位置にえ8番の選手が出ていって。 でまあ、柴崎が横パス、えー、右の吉田麻也に出して、まあ、そこに対して、まあ、通常、考え方としては多分ヨーロッパだと、えー、その13分52秒ぐらいのシーン横パス入ってますんで、えー、左のウイングにいる20番のピサロが多分、えー、自分のマークである酒井宏樹を消しながら吉田に直線的にプレッシングかけるっていうのが、まあ、一番効率もいい。 えー、プレッシングの変え方だと思うんですけどもあまりそういうプレッシングの変え方メキシコ代表していなくて、えー、そのまま横ずれして、えー、8番のインテリオルのカロス・ロドリゲスが吉田麻也に、えー、遅れ気味でプレッシングかけるので、まあ、吉,や吉田は自分のこう前方向に人がいなくて、まあ、横からこう、ね、プレッシングが出てくるので完全に前方視界良好みたいな感じで縦パスをさせると、まあ、そういう時に鎌田が、えー、ラインカーに降りてきたので鎌田に縦パスさせて鎌田は多分これ。 えー、柴崎岳にこうフリックで落としたと思うんですけども、えー、柴崎はそこをちょっと感じることができずにずれたんですがちょうど遠藤がいたので遠藤が拾って遠藤が縦、えー、パスとでその時に、えー、メキシコ代表のちょうど中盤のアンカーのロモが鎌田についてきてたので、まあ、そのロモと、えーまあ、18番のピネダの、えー、ゲートに柴崎が入ったので、えー、遠藤渡るから。 ワンタッチで立てますこれ、エンドね、ね、えー、パナマ戦でも交代出場していいパス、立てパス、そーんで刺すし多かったですけども、やっぱタイミングがだいぶ早くなってる立てパスに関してはっていうところは、この試合でも出てましたし、まああとはそのね、えー、かなり早いパスだったんですけども、えー、半身で起きながら、えー、柴崎がねこうコントロールした瞬間にす、まあね、 さすがスペインでやってる選手だなというコントロールオリエンタードですけども方向付けされたコントロールターンでスパンと前向いてもうえここもプレスバック相手もしようとしてるんですがその前に原口にねいいパスをつけてとていうところからの決定機ここで見てもやっぱりメキシコ代表のこううんまあ前線のプレッシングのところまあ特に中盤がやっぱり距離長く前に出てきますので。 まあそれで距離長く出てきて横パス出てそのまま横ずれしていくみたいなところでえまあレーンが変わっても自分が担当して横横にこう二度位三度位していくっていうところは非効率なのでまあそこで日本がうまく剥がせたシーンがね結構あったかなというようには思いますえまあそういうところも含めてね日本がえうまくこうまあメキシコ代表のプレッシングを裏返してみたいなえこうカウンター的な えー、シーンもねこのシーンを中心に作りましたし、えーまあ、あとはやっぱりトップ下の鎌田が純粋に、えー、うまくライン間で受けたなというところはありましたので、まあ、そうやって受けた時に、えー、やっぱりメキシコ代表、まあ、メキシコのメディア見てても、えーまあ、このセンターバックのところが一番のウィークだなというところはメキシコのメディアのこう指揮者の認識なんか見てても分かりますし、まあ、特に韓国戦なんかはね えー、かなり序盤から攻め込んで圧倒しながらも一発でソン・フンミンに抜け出されて、えーえー、ファン以上に決められるみたいなところが、ね、ありましたので、まあ、そういうところでいうとセンターバックのカウンターの、まあ、特に背後のスペースの対応がまずいみたいなところは多分こう、このメキシコ代表チームにも植え付けられてそうなので、まあ、そういう意味では、えーまあ、全体がこうハイプレスでこう前方向に出ていった。 えー、ところの連動。まあ、だから、まあ、今、バイエル、ミュンヘンが何やってるみたいに、まあ、前の、こう、規制に合わせて、どんどんラインも高くいう、うん、かけていって、まあ、ある意味でも、ね、ハーフェラインぐらいまでライン設定して、まあ、その背後のスペースは、センターバックのスピードとゴールキーパーで処理するみたいなことは、 このメキシコ代表のき、まあ、今日に関してもアラウホも、ね、セルフターでそんなにこうスピードあるこう背後のスペース処理なんかうまくないセンターバックには見えますし、まあ、エクトレーレラももう32歳でベテランで、ねまあ、背球左足の配球は確かに魅力的ですがもともとラリーガで、ね、エスパニョリアやレアル・ソシエダでやってる時もるっぱもそういう守備は指摘されて実際にやられてましたから。 まあその辺はあまりハイラインじゃなかったなというところで、結構鎌田、そし,そしてこのね、えー、柴崎なんかがうまく、えー、つけるシーンはあったのかなというようには思います。えー、ということで、まあそうやってね、序盤から日本がかなりいいイニシアチョブを握って、ただまあとにかくね、まあ全体があれだけね、こうフルフルで、まあプレッシングも行って、横追いもして、あとプレスバックもしてということで、 まあ前線中盤のところはかなりこう運動量プレイ強度高かったので当然これ90分持たないだろうなということはねえー、感じてましたんでまあそして試合後のただマルティーノ監督の会見聞いててもまあそこの日本の評価はした上でただマルティーノ監督自身もまあ前半の終わり前の30分過ぎぐらいから 前半残り15分ぐらいからは、まあ、日本のそういう,こうハイインテンシティの、えー、守備やサッカーを、まあ、無力化無効化するような策、まあ、あるいは、ね、チームとしてのやり方を徐々に見つけ出してたみたいなことは会見でコメントしてました。えー、で、まあ、それを踏まえての後半の、ね、2枚切りでの大きな戦術変更になると思いますが、まあ、メキシコ代表は、えーまあ アルバレスを、えー、その8番のガロス・ロドリゲスに変えて入れて、まあ、あとはサイドバックのところ左のガチャルドを外して、まあ、本来ね、ね、えー、右の、えー、サイドバックでレギュラーであるルイス・ロドリゲスをこう入れて、まあ、ロドリゲスを右でサンチェスを左に回してというところで、えー、だいぶこう、えー、サイドバックのところで、まあ、どうしてもビルドアップのところで縦パスさせないときありますので。 まあサイドバックに逃げたときに、まあ、そこでこう1対1で、えー、強度高くそこの局面処理できるようなサイドバックを2枚、右、左置いたなという意味で言うと、まあ、ちょうどこれもえ後半入ってすぐのシーンですね、47分04秒ぐらいかな。 のシーンが、えー、ちょうどそこの現象で出てたんですけどもまあアラウが、えー、ボールを、まあ、右のセンターバックが持ってるんですけども、えー、鎌田にうまくプレッシャーかけられて、えー、もう。 かなり詰まった状態で右のサイドバックのルイス・ロドリゲスに出したと。まあそこに対して原口がうまくこうプレッシャーかけてサイドで囲い込もうとしてるんですけども、えー、ロドリゲスはくるっと反転して原口のプレッシングをかわしてしまうというようなシーンが出てました。まあ多分こういうこうビルドアップの逃げ口、えー、個人でもこう逃げれる処理できるみたいなところのイメージを えーまあ、ロドリゲス、サンチェスの左のコンバートということも含めて、畳丸ティいノ監督考えてきたのかなということと、また、えー、アルバレスの、えー、投入によって、まあ、イメージとしては畳丸ティいノ監督、これ、2ボランチだったようです、試合後の会見でメキシコメディアに聞かれて話してましたが。 えーまあ、通常は、ね、ロモがアルバレスのアンカーでこのチームやってましたが、えー、この試合は初めて、えー、2枚気味のボランチでやったと、まあ、実質的にはアルバレスがアンカーで左のこうインテリオル的にロモがちょっとは、ね、一列上がるみたいな形だったと思いますが、まあ、それによって、まあ、だいぶこう、えー、守備面では、えー、安定したのかなというところもありますし、まあ、ただ、マルディーノ監督も。 これさすがだなと思ったコメントですけども、まあ、アルバレス、ロモのこう、ダブルピボーテ、ダブルボランチは練習でやってなかったと。でも、まあ、所属の、まあ、彼らのボランチのプレイぶりをチェックしていったときに、まあ、アルバレスもワンボランアンカーではなくて、アヤックスでツーボランチで出ることが多いと。で、ロモもどちらかというと所属のクロスハッスルだと、 ダブルボランティアプレーしてるんでまあ2枚で組んだ組んでも彼らならできるだろうっていう読みはもう計算は十分にあったみたいなことを会見で言ってたんでまあ練習で試してなくてもそういうことをやっぱり普段の日頃のクラブの使われ方パフォーマンス、えー、をチェックしていればそういうことも臨機応変にできるんだなということが、まあ、後半のその えー、2枚を変えたことによって選手の配置も少し変えてっていうところの戦術変更に行ったのかなと、まあ、それによって2ボランチ気味にしたことによって、えーまあ、メキシコ代表多分こう18番のピネダが2列目に上がってということでよりはっきりと、まあ、前半でいうと4 3 3のインテリオル2枚のどちらかがこうラウルヒメネスのところまで出ていくみたいな出し入れでプレッシャーかけたと思うんですけど、まあ、トップ下気味にバチンとこうピネダあるいはまあピサラも自由に動いてたんで。 まあその辺の2列目が出てきたんで、まあ、ほぼほぼ4 − 4四2みたいなオーガナイズでに、えー、その日本のビルドアップのところを潰しに行こうということはやったと思うので、まあ、それによってだいぶ日本がまたちょっとビルドアップで浮きてしまって詰まる場面が多かったですから、まあ、ビルドアップのところでいうと、まあ、日本は10月の2試合もそうですし、まあ、2試合目のコートジボラ戦は若干、ね、趣味と使ってのプレス回避出ましたが まあ10月とこの11月の4試合見てもあまりこうプレッシャーをそのままね、4バック、3バック、いずれの形でも相手はね、枚数合わせてハイプレスかけてくる時ありますから、そうやってこう、最終ラインの枚数が合わさってプレッシャーを受けた時のプレスの回避の まあパターンがないかなというところは正直このメキシコ戦でも感じましたしある意味これだけ試合が毎試合10月11月ね4試合あった中でもそういう課題がずっとこう放置され続けてるっていうことを見てもまあトレーニングでやってないんだろうなっていうところはなんとなく感じますかねまあそういう意味ではえー、まあ個人的にこの試合の結論はね まあ吉田麻也、えー、それから森保監督もフラッシュインタビューを含めて、まあ、メキシコから学ぶべきことがあるみたいなメキシコとの差はあるみたいなことはコメントしてましたが、えー、所属クラブのレベル見ても、えー、まあそこのクラブでやっている日常の取り組みや、ねえー、日頃のクラブでのパフォーマンス見ても決してメキシコに日本今の日本代表、o し組の日本代表が劣るとは思いませんし むしろ、例えばメキシコのメディア見たときに、ね、レジェンドの、えー、メキシコ元代表のストライカーのウゴー・サンジェスなんかは、えー、日本や韓国を見ろと、まあ、全員がヨーロッパでバリバリでトップレベルでやっているとでもメキシコ代表を見たら国内組がまだまだ多いからもっと野心を持って若い選手はヨーロッパに出ていけみたいなことを提言していましたということを、ね、聞いても、まあ、やっぱり遜色ないレベルなので。 最終的に、まあ、特にこの試合に関しては、その格差、まあ、メキシコが最終的に上回って、日本から2点を取って勝っていったっていうところの差は、 まあ私自身、この試合の結論を言えば、監督の力量の差にあったかなというところは感じます。ア、まあ、タタマルティーノは前半の状況を踏まえて冷静に戦況を見ながらハーフタイムに指示をして、後半から二枚替えをして、少し選手の位置取りもプレッシングのやり方も変えていったと。一方で日本は前半からイケイケどんどんでプレッシングかけましたが、当然後半は 息切れしてきますのでプレスの強度が下がった時には途端に前線の、ね、プレッシャーで相手のビルドアップの制限かけれずに、まあ、ほぼノーストレスで相手に運ばれる、えー、ハーフスペース取った中盤の選手あるいはウイングの選手に、えー、いいところでボール受けられるみたいなことで配置から優位性も取られましたし。 まあうまくメキシコにメキシコがやりたいようなサッカーをさせてしまったなというところは、まあ、正直これは、うんまあ、監督の、えー、力量の差かなというところは、えー、感じました、まあ、そこはねちょっと厳しい視点で私もジャーナリストなので指摘はしておきたいなと思いますしまあそこで言うと、えーまあ、得点シーン、えー、ヒメネスの得点シーン63分になりますが えー、そもそもきっかけのところの、えーまあ、プレーっていうのは、まあ、62分15秒ぐらいかな、えー、のシーンだったと思います。まあ、日本がもうだいぶ前線でね、まあ、もうあれだけ交代、えーまあ、策は、まあ、南のは入れましたがというところですが、えー、基本的にはもう鎌田がとにかく前,前半からプレスバックも横井もして消耗してますんで、まあ、鎌田も もうそこまで動けないと走りきれないというところはあったと思うので、まあ、南野が1人で制限かけて、えー、左のセンターバックのエクトロ・モレードのところにプレッシャーかけに行きましたが、まあ、ほぼモレードからするとノーストレスで、えー、プレッシャー感じることなく、えー、配置を取った、えー、ピネダこちらちょうどハーフスペース取ってますね。まあ、そこに、えーまあ、モレーノからすると えー、右の伊東純也とあと中盤の橋本の間にこうピネダが入ってきてるんでスパーンとこうゲート通すようなパスをハウスペースにつけるとでその伊東純也の背後で言うと、えーまあ、サイドバックに回ったサンチェスが、まあ、ローリングで、えー、外側取りに来てますんで、まあ、前半はマンツーマン気味に酒井宏樹が多分ピネダに対して、えー、内側のハウスペース取りにタった。 選手に対してバチンとこうマンマーク気味にいけたと思うんですけども、これローリングされていて、なおかつボールの出どころ、ボールの周辺状況で言うと、えほぼ、えー、プレッシャーかかってないので、どちらにも出せますから、当然、堺としては、マンツーマンで突ききれない。まあ、ローリングで上がってきたサイドバックのサンチェスも見なきゃいけないので、やっぱピネダー離すんですよね。これ62分15秒ぐらいですけども、自分のポジションにこう、ゾーンで戻ると、そのタイミングでスパーンとこう通されて、橋本の脇通されて、前向かれてますんで、 まあここのもう一本のパスでだいぶ <laughs> 展開が見えますよね。でまあこれでもう日本としてはラインをこう撤退せざるを得ないのでやっぱそういうような展開に持ち込まれる前に、まあ、これ新解説の配信で戸田さんに対して私は言ったのは、まあ、この後半のまあ消耗度合いで前半と同じようなプレッシャーかからないのであればやっぱり4四4 2で撤退で自陣でスリーラインセットして まあゾーンでマークを受け渡しながらこう守るみたいな要するに自分のポジションは捨てずに、まあ、ボールの周辺状況に合わせて出し入れ自分のポジションを捨てずに出入りするみたいな守備やらなきゃいけないかなという話はしましたが、まあ、そういうことはうんあまりこう日本代表今の日本代表はできていないと。 いうところを見ても、まあ、結果的にね、ラウルヒメネスのね、まあ、見事なシュートとか、えー、それまでのね、えー、こう、侵入のされ方も良かったと思うんで、角度作られて、ヒールでフリックですから、まあ、なかなか止められないですよね。まあ、そういうところでもそうですし、まあ、ただ、そのラウルヒメネスのシュートのところでいうと、まあ、ボールの周辺状況に合わせて、吉田麻也がアタックかけに行った時の、 まあ吉田麻也のこう脇にいた橋本健斗の関わり見ても、えー、ボールが入ってくる前に橋本健斗ちょっと中見てるんですよね。で目線切ってえ中にどんな選手いるかも,もちろんこの状況把握認知という意味ではまあ目線切って見ていってもいいと思うんですけども。 一番大事なのは特にエリアの中ですから、エリアの中でもラウル・ヒメネスに持たれて、吉田前もアタック行ってるっていう時であれば、やっぱりそこに対するカバーリング、えー、吉田と吉田が行った、チャレンジ行ったところのカバーリング作るっていうところの方が、えー、ボールの周辺状況のプレイ原則で言うと多分、それがプレイ原則の、まあ、最優先事項だと思うんですけど、まあ、それせずに自分のこう前にスパーンとも入られて、あ、もう何もできないみたいな感じでやられているところを見ても、 これ思い返せば、まあ、私も、えー、森保監督の、まあ、試合の前の、まあ、メンバー発表の時かの去年、えーまあ、ベネズエラ戦の守備、えー、で、森、まあ、アに対して、まあえー、橋本健人が、えーまあ、2対1作りに行かずに、なんかちょっとエリア内なのに、えー 守谷と,と対峙する選手の1対1にしてしまって自分のマークをふらふらっとこうついていったみたいなところの守備のプレー原則、えー、守備の原理原則の質問をしたんですけどもまあそこに似てるかなと、えー、要するに、まあ、多分今の日本代表の選手は森保監督が多分1対1とか球際とかプレー強度とかっていうことで、まあ、かなり局面の強さを強調されてる分 なんかこうグループで守るとかで、エリアの中でやっぱりね、シュートコース消しながらチャレンジャーのカバーするみたいな、特にこうグループの守備みたいなところはちょっと抜けてるんじゃないかなと、まあ多分普段であれば多分やるんでしょうけども、今この代表で求められてるプレー基準でいうと、どうしても球際、1対1みたいなところの局面になるんで、デュエルみたいなことになってくるんで、 逆にちょっとこれ、監督がそういうことを強調しすぎてて、本来であれば、当たり前に多分このレベルの選手であれば持ってるようなえ原理原則、特に守備のプレイ原則なんかが、ちょっと欠けたり抜けたりしてませんかっていうところは、気にはなります。まあそういうところはどうなんですかね。まあもちろんそういうところは大事だと思いますし、監督として強調しなければいけないんでしょうが、 まあそればっかりだと、やっぱりこういう局面やられますし、まああと戸田さんも、ええー、ね、YouTube のチャンネルもそうですし、戸田さんの場合はリアルタイムでこれ言っちゃうのがす、指摘するのがすごいなと思ったんですけど、まあ2点目の、ええー、ロサノの得点のところの前の、 えまあマルティンにえーボールを通される前のアラウォの縦パスの時のまあ橋本健人のこうまあそ,こにそこの時もま,あまずは中ね自分のちょっと左寄りのポジションからするとまず中締めねトランジションで相手は守備から攻撃でもう一本のパスで縦パスでカウンターミナルとかやられるんでまず中締めるっていうべきのところをパッとこう左寄りに目線切って。 え内側のポジション取れなかったそれによって自分の内側の、えー、右側の縦パス通されたみたいなところの守備を、まあ、これ試合見てリアルタイムで指摘してたのでさすがだなと思ったんですけど。 まあそういうところ、まあ決してこれ橋本健人のなんかこうミスっていうことを言及したいんじゃなくて、やっぱりそうやってチームとしての前提とかプレイ原則が揃って目線が揃わないと、やっぱ個々人がバラバラになったりとかっていうことで、えー、まあ1対1だけじゃ守りきれない場面がこういうメキシコぐらいの相手になったら当然出てくるよねっていうところでの話になってるんで、まあちょっとたまたまそれで具体例でね、橋本健人の話になってるんで彼には申し訳ないんですけども、 やっぱりそういう,こう目線で見ていったときには、今の森保監督のまあチーム作り、えー、それからまあ監督が植え付けたいことが、ちょっとあまりにも1対1とか個にフォーカスされすぎてませんかねっていうところは、若干危惧はしております。まあ、そういうところで、どうしても 一対一、いくら坂井宏樹でも、やっぱりロサーノにダブルタッチされるとかっていうところは、これぐらいの相手になると出てきますんで、で、これ、メキシコ代表は、ね、今フ、FIFA フランキングは11位ですが、まあ、正直、ね、ヨーロッパの今の WEFA ネーションズリーグなんか、いろいろ見ても、まあ、メキシコよりも全然上のチームは、まあ、もちろんヨーロッパなんでいっぱいあるよねっていうところと、まあ、正直、ワールドカップになったら、メキシコも、まあ、さすが7大会連続にね、こう、ベスト16っていうのは、すごい快挙なんですけども、 一方でやっぱりベスト8、ベスト4っていうところはなかなかいけてないっていうところを見ても、まあ、本当に世界のトップトップではないですよね。なので、そういう意味で言うとちょっと、ね、この今のチームの作り方方向性でじゃあワールドカップ本大会に向けて本当にじゃあベスト16以上のものベスト8以上狙えるチームになっていくのかなっていうところはうーんちょっと、クエスチョンマークかなと。 いうところは感じます、まあ、えー、そういった中で結構話しちゃいましたね <laughs> なんだかんだで、えー、長い話になってすいません細か,細かい話になってしまってっていうところですがまあその辺の芯を使いながらの方が分かりやすいかなと思ったので話をしましたが。 まあもちろん、えー、代表レベルでもこれだけ、ね、これでだけ選手にハードワークさせることができるとか、まあ前半のね、本当に30分ぐらいは本当に見事な、まあメキシコがもうね、もうアップアップで息もつけないほどのこう、やっぱりプレイ強度で、プレッシングも行く、プレスバックも行くみたいな上下動してみたいな、それが全体でコンパクトでこう動いていくみたいなところは、 まあかなりチームとしてのね完成度はそういうところはだいぶ高まってきてますがまあただ、それを90分続けるのは正直難しいと思いますのでえ例えばですけどその原口がまあ後半入ってすぐの47分04のところで相手の右サイドバックにーボールが出てからプレッシングに行ってかわされたっていうね先ほど判定されたみたいなシーンありましたが まあやっぱりそういう意味では効率的にもう少しエネルギーをね、こう、まあコントロールしながら、まあ勝を抑えながら全体でこうプレッシングうかけていくっていう意味では、やっぱツートップ、例えば今の日本代表だったら4231で、守備の時には442と、442で当然2枚に対して入ってプラス1で3枚作ってきますから、 プラス2の脇から侵入されるときに、例えばえ今日で言ったら原口、伊東純也がもう少しこうかがう、中間ポジションを取りながら行けるときには相手のセンターバックに対してもプレッシングかけに行くよみたいなことをやった方が多分消耗は少ないと思います、鎌田や鈴木武蔵もそんなに横にこうスライドをチェイシングする必要ないので。 じゃあそれできるの誰なの今一番日本,大日本人選手でそれが一番上手いの誰なのって言ったら、ね、ラリーがエイバルでプレーしている乾崇だと思いますしそれは間違いないと思います、えー、今期のエイバルを見ててもそこはもう抜群ですし、まあ、そういう意味で10月のメンバー発表の時にまあメンバー発表の会見で室安監督に直接乾、えー、のことは聞きました。 ただまあね、代表監督はね、こう、スペイン語でセレクショナードール、選ぶ人っていうね、名前がついていることからもわかるように、選手を選ぶこと、ピックアップすることが仕事ですから、えー、選ばれなかった選手にはそれなりの理由がありますし、代表監督は自分の好きな選手を選んでいいので、それが権利であり仕事なので、 え、選ばなかった理由は、え、聞きませんでした。ただ、え、例えば30過ぎてるから、まあ、香川真司も含めて、まあ、年齢がいってるから30過ぎてるベテランだから選んでないっていうことはないですよね、というところだけ確認をしましたら、まあ、犬も、え、そういうことではないと。え、そういう理由で、そういう理由じゃなく、え、選んでないっていうことだったので、まあ、年齢じゃないので、当然、え、代表に入る権利はいまだにあるということらしいんで、 えー、まあそこは逆に言うと、えー、だったら選ぶべきじゃないかなというところは思いますし、まあそういう守備を一番うまくやれるし、そうだった時にはね、えー、442なんだけども、今日のような、えー、メキシコ戦のようなね、えー、アンカーが降りて3枚作ってくれる相手に対して、時に3枚でね、前線3枚気味でプレッシングかけれて、よりこう効果的なプレッシング打てたと思うので、 なんかそういう手がない。まあそういう人も呼んでないというところもそうですけども、なんかその辺は、うん、まあやっぱり監督の責任になってくるんじゃないかなと、まあ思いますので、えー、まあ今後のね、えー、まあちょっとしばらく代表に関しては、これで年内の活動が終わって次は3月ですから吐きますけれども、えー、今後ね、まあ2次予選がまたできるかどうかわからないですが、代表活動になった時にどういう、 形にななるのかとというところはありりますが、まあ、やっぱり、えー、気になることが多々ある、まあやっぱり、そういう意味ではメディアは、うん、決定力不足とか、まあ、森保監督も実際にそれフラッシュインタビューで言ってましたけども決めてたら確かに違い展開にはなったんでしょうけども個人的には違うスコアにはなったけども同じ展開だっただろうなと思います。 えー、メキシコにペース取り戻されてビルドアップでボール握られてうまく、ね、数的優位配置から優、ね、位性取られて押し込まれる展開には間違いなくなったと思うのであそこで日本が <laughs> 序盤に1点2点リード先にできたとしてもメキシコに、まあ、展開で言うと、えー、巻き返されただろうなとは思いますので、まあまり監督は、ねえー、そういうことを。 うん監督の言うことを鵜呑みにするうーん必要はないコメントかなというところも感じました。ということで、えーまあ、なかなか厳しい現実を突きつけられましたが、まあえー、日本の選手個々で言うと、まあ、局面、局面も含めて振る舞いも含めて個々人はやっぱり頑張ってハードワークしてると思いますでもそれをやっぱりもうちょっと揃えて交通整理してあげないと。 個々人の良さ、普段所属クラブでやっているパフォーマンスは出てこないかなと思いますので、まあ、そういう意味ではもう少しメディアも含めて、まあ、ファンの方は結構厳しい目向けてますかね、まあ、もう少し監督やそういう、ね、チームをマネージメントする立場の方々に厳しい目線を向けていってもいいのかなというように思う、まあ、メキシコ戦であり、この10月、11月の欧州遠征だったんじゃないかなと。 思います。えー、結局話せば長くなってしまうんですけれども、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。えー、代表の活動はね、これで一旦年内終わりますんで、まあ、代表の話は、日本代表の話はこれでね、一旦終わりますが、えー、まだ私も今朝ね、衝撃的なスペイン代表の試合はまだ見ておりませんので、えー、この後チェックしてまた動画を出せれば出したいと思います。それでは皆さん、えー、今日も動画ありがとうございました、えー。見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。アッサラアプロクシマ。